山形県鶴岡市にある鶴岡カトリック教会天主堂の国会場をオランダ北ブラバント州にある伝統的な国会場。許しの秘石はカトリック教会の秘石の一つで洗礼以後に犯した罪の許しを与える秘石のこと。かつては海春の秘石や国会と呼ばれていた。国会も参照制協会のいった会期密に相当するが、その理解については一定程度の違いがある。 聖公会では、聖伝的書式とされる、個人懺悔に相当する。プロテスタントでは、サクラメントとはみなされていない。上記の通り、日本のカトリック教会では、改春の秘跡や、国会と呼んでいたため、古い文献では、改春の秘跡という表記も見られるが、1978年に、新しい儀式書が発行された時に、許しの筆跡という名称に変更された。 カトリック教会のカテキズムの日本語版でも、許しの秘石」と書かれており、現在の日本のカトリック教会では、一般的に許しの秘石」と呼ばれるが、悔い改めの秘石、和解の秘石、告白の秘石、改心の秘石という呼び方もある。許しの秘石は、罪を許す、恵みの手段として、イエス・キリストが定めた、通常の方法で、使徒とその後継者に罪を許す剣老を授けられたとき、 教会の中に、許しの秘籍を制定した、とされている。その本質的要素は、精霊の働きのもとに改心する人間の行為と、キリストの名によって、罪の許しを与え、償いを定める司祭の許しである。許しの秘籍を受けるためには、悔い改めと改心が不可欠で、その上で、罪の告白と償いが必要になる。また、滞在を犯した場合には、 許されるためにはこの秘跡が不可欠となる。許しの秘跡を授けることができるのは、使との後継者である司教と司教の協力者である司祭である。司教、司祭は、告白を聞き、父と子と精霊のみによって、罪を許す権能を行使する。また、調罪司祭には、守秘義務があり、告白によって知った罪についての完全な秘密を、守るように義務付けられていて、これに背けば、 厳罰を課せられる。許しの秘石は、洗礼以後に犯した罪を許す恵みであるから、許しの秘石を受けられるのは、カトリック教会で洗礼の秘石を受けた信者だけである。また、現代の許しの秘石の典礼には、個別の許しの式と共同会心式がある。共同会心式は、教会共同体が連帯して、会心に励むためのもので、言葉の際にやミサの中で行われる。 しかしこの場合にも罪の告白は個別的に行われる。このためカトリック教会の聖堂には小さな国会室が設けられている。ありがとうございます。